こんにちは、蛍原みきつです。今回はセリアさんで購入しましたニュッセです。こちらが1玉余ってたので、ちょっとした小物を編んでみようかなと思います。カラーナンバー1番を使っていきます。かぎ針は10号を使って編んでみようと思います。まずは円を編んでいきます。輪の作り目で編んでいきます。指に2回糸を巻きつけて、輪の中に針を入れて糸をかけて引き出します。鎖1で立ち上がって、穴の中に針を入れて細編みしていきます。最初の目にはマーカーをつけておきます。同じように穴の中に細編み、これを6目編んでいきます。円の編み方は別動画でゆっくり編んでいます。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。細編みを6目編んだら、一度かぎ針を外して輪を引き締めていきます。輪が引き締まったらかぎ針を戻して、毎段6目ずつの増し目をしながら何段か編んでいきます。毎段6目ずつの増し目をしながら細編みで6段編んできました。1周36目入ってます。直径は約10センチになってます。次の段から側面を編んでいきます。玉編みで編んでいこうと思います。まずは鎖2つで立ち上がります。立ち上がりの目を長編みの未完成1つとしてカウントしていきます。根元に長編みの未完成を何目か編んでいきます。糸をかけて根元に針を入れて糸をかけて引き出します。針に3つの糸がかかっています。最初の2つだけを引き抜いて長編みの未完成を作ります。繰り返して編んでいきます。糸をかけて根元に針を入れて糸を引き出して、端にかかっている2つだけを引き抜いて長編みの未完成。もう1回編んでいきます。全部で長編みの未完成4目入っています。これで玉編みしていこうと思います。一度に引き抜いて、今針にかかっている糸の下の部分、ここ2本にマーカーをつけておこうと思います。玉編みを編んだら次は鎖を1つです。玉編みと鎖繰り返して編んでいきます。次は玉編みを編んだ隣の目、この目を飛ばした次の目です。1目飛ばした隣の目に編んでいきます。糸をかけて長編みの未完成を4目編んでいきます。長編みの未完成4つ分を一度に引き抜いて鎖を1つです。1目飛ばした隣の目に長編みの未完成を4目編んで、一度に引き抜いて鎖を1つ繰り返して1周編んでいきます。ぐるっと1段編んできました。玉編みが外側に出るようにポコポコっと押してあげると綺麗に仕上がっていくかなと思います。玉編みを編んで鎖を1つ編んだところです。最後1目残っています。この目を飛ばした最初に編んだ玉編みの頭、マーカーをつけてあります。ここの目に引き抜いてこの段を編み終わります。次の段は玉編みと玉編みの間に同じように玉編み模様が入るように編んでいきたいと思います。なので前段のこの玉編みと玉編みの間に針を入れて引き抜き編みをして1目左に目をずらします。ここから前段と同じように玉編みと鎖を繰り返して編んでいきます。鎖2つで立ち上がって玉編みと玉編みの間です。ここに長編みの未完成を全部で4目分になるように編んでいきます。一度に引き抜いて玉編みの頭にマーカーをつけておきます。ここで指の腹でポコッと玉を出してあげてもいいかなと思います。鎖を1つ編んで次は前段の玉編みと玉編みの間です。この間に長編みの未完成を4目編んで一度に引き抜いて鎖を1つです。前段の玉編みと玉編みの間に玉編みが来るようにこの段も一周編んでいきます。2段目も同じように一周編んできました。玉編みを編んで鎖を1つ編んだらマーカーをつけておいた目に引き抜き編みをして編み終わります。この編み方を繰り返して何段か編んでいきます。玉編みを4段編んできました。これで高さが約7センチくらいありました。ここまで編んできて残った糸がこれくらいになってます。もう1段ぐらい編めそうな感じなんですが、最後はバック細編みで仕上げていこうかなと思います。4段目を編み終わって鎖を1つ編みます。バック細編みは右回りで細編みしていくので、1つ右隣の目、玉編みと玉編みの間、ここに針を入れて糸をかけて引き出して引き抜いて編んでいきます。次は玉編みの頭です。ここに針を入れて糸をかけて引き出して2つ引き抜く。次は玉編みと玉編みの間です。右隣の目、上から針を入れて糸をかけて引き出して引き抜いて編んでいきます。次は玉編みの頭です。手前から頭に針を入れて糸をかけて引き出して2つ引き抜く。繰り返して1周編んでいきます。ここが一番最初に編み始めたバック細編みの目になります。玉編みと玉編みの間に最初の目が入っています。この左隣の玉編みの頭が最後の目になります。玉編みの頭に針を入れてバック細編みをしたらこのまま糸を少し長めに引き出してカットします。タジ針を使って仕上げていきます。ここが最初のバック細編みの目になります。編み始めのポコッと出ている目、この辺りに針を入れて向こう側に糸を持っていきます。最後のバック細編みのポコッと出ている目、これをすくって糸を引っ張ってあげると綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。あとは編み地の後ろ側で糸を隠していきます。バック細編みの目に針を入れて下の方まで糸を持ってきたら、玉編みの中に糸端を隠していこうと思います。こんな感じである程度糸を隠せたら余分な糸はカットします。可愛い小物入れが編めました。糸が段染めっぽい感じのカラーになっているので、玉編みで編んでいくとちょうど玉編みで色が変わっていく感じなので、すごく可愛い感じに仕上がってます。サイズ感もそんなに大きくもなく小さくもなく、ちょうどいい感じなのかなっていう気がします。最後これくらい糸が余っているので、お好みで段を1段増やして編んでいってもいいかなと思います。1玉で可愛い小物が編めるので、よかったら編んでみてください。